皆さんこんにちは。こんにちは、今日は単語のストークスをセイムフットバージョンで紹介したいと思います。早速行ってみましょう。ワン、ツー、せーの。スロー、スロー。スロー、エンドスロー。ワン、ツー、せーの。一、二、三、四、五、六、七、八。まず、セイムフットから入ります。セイムフットになった状態から、少し左スウェーを起こして、女性にストークスに行くことを教えてあげてください。ここから1回ペンジュラムスイングを起こしてあげて、その後にアートサイドパートナー、そこからまたセイムフットに入って踊ってあげます。セイムフットから一瞬ハイホバーのような形になって、アートサイドパートナーからセイムフット。女性はセイムフットポジションから下のスイングをかけながら左足を出していきます。スロー、スロー、ボールターンをして、ここからアウトサイドパートナーで交代です。スロー、をスロー、最後にセームフットポジションです。セームフットポジションから1、2、3、4、アウトサイドパートナーで交代です。2、2、3、4。はい、一度踊らせていただきました。このセイムフットバージョンのストークスっていうのは、たまに競技会で踊っている方がいると思います。まあ見た目からするとちょっとおしゃれですよね。はい、なので、皆さんももしよかったらやってみてください。このセイムフットバージョンのストークス、実は2種類あって、ちょっと踊り方が、女性の足型が若干違うので、その2種類も、ご紹介したいと思います。まず、お互いにセイムフットになります。セイムフットになったらお互いに左足が出てってハイホバーのような形になりますね。ここから、女性は左足、男性は右足を出していくことでアウトサイドパートナーという形を作ります。その後にもう一度女性は足を揃えて、その場でセイムフットのリードをしてあげるっていう踊り方が一つ。二つ目の踊り方としてはセイムフットになって、一歩お互いに左足同士が出たのはいいんですけども、その後女性が踏み替えないで右足を引き続き出してあげる、はい、アウトサイドパートナーの形にならないということですね。はい、そこからそのままセイムフットに入る。途中経過の足型が若干違うと思います。いずれにしても、この踊りは合っていますので、どちらか好きな方を選んで踊ってみてください。はい、それでは今回のセイムフットバージョンのストークスは、女性の足は踏み替えているバージョンで、説明していきたいと思います。このセイムフットバージョンのストークス、ポイントになってくるのは、スウェーをかけていいということですね。はい、単語はよくスウェーかけるなっていう人いると思うんですけど、最近の単語はすごいスウェーかかってきています。はい、なのでちょっとトリッキーな、動き、変わったステップを入れたいなという方は、ぜひとも今のステップやってみてください。それでは説明していきたいと思います。まず気をつけていただきたいことは、女性をセイムフットにさせて、ここから出ていくときなんですけども、セイムフットで一歩出たときは女性が前進になります。で、男性は
交代になっていただきたいんですけども、このセイムフットからよく出る方はこうやって自分も前進して2人とも前進前進になってしまうと、ばらつきが出てしまうので、セイムフットになった場合、女性が前進なんで男性の感覚的にはちょっと交代の感覚でペンデュラムスイングですね、女性を送ってあげると、その後のこのハイホバーのような形がとてもダイナミックに見えるので、ぜひともやってみてください。一度いいパターンと悪いパターンやってみたいと思います。0,2,3,4 スロースロー、 0,2,3,4 スロースロー、 0,2,3,4 スロースロー、 0,2,3,4 スロースロー。続きまして、女性の気をつけていただきたいことなんですけども、セイムットになりました。ここから一歩出るときに女性は左回転のフィガーになるので、進む間に徐々に体を左にターンしていってほしいっていうのがとても重要になります。これがよくいるのはセイムットからまっすぐ出てしまう、はい、体の向きが変わらないでその後ターンをしてしまうと男性と結構外れやすくなってしまうので、セイムフット入ったもうここから左回転し始めるような意識で踊ってあげるととてもスムーズに踊れるので、女性はあまりまっすぐ行くっていう感覚よりかは徐々に徐々に左回転を継続してあげることを意識して踊ってみてください。はい、続きまして、今ストークスで一歩出たところなんですけども、もう一回やってみますね。セイムフットからぐーんと出てここでクローズになりました。ここからアウトサイドになるときに多くの方はこちらの腰ですね、お互いに腰を横にずらしてこうやって足がぶつからないようにってやってしまう方いるんですけども、こんなに腰を外す必要はほぼほぼありません。はい、ハイホバーからハイホバーですね、こうクローズポジションになったところから、アウトサイドに行くときはボディのコンタクトっていうのはほとんど変わらないです、はい、ほとんど変わらずに自分の今体が向いている方向からまっすぐではなくてちょっと45度の方向に体重移動を起こしてあげると自然とアウトサイドパートナーになりやすい環境っていうのが見つかるので、足を外に出さなきゃって意識しすぎて外すっていう行為はどの種目どのステップでもやらない方がいいです。はい、必ずアウトサイドパートナーは向いている方向に対して45度に進んであげるっていうのがとても重要になります。なのでもう一度やるとセイムフットからストークスでクローズ、ここからお互いに45度の方向に体重を移していってあげてアウトサイドパートナーを成立させてください。その後に体重移動をして男性はもう一度セイムフットのリードを行ってあげる。はい、これをやることで次のリバース回転系のフィガーにつなげやすくなると思うので、男性はそのアウトサイドパートナーのところも意識して踊ってみてください。皆さんいかがだったでしょうか。今回はタンゴの、セイムフットバージョンのストークスというのをご紹介させていただきました。このステップはやってる方は少ないかもしれないですけども、とてもおしゃれなので、競技会とかで見るととても目立つと思いますので、はい、ぜひとも練習に取り入れてやってみてください。それでは皆さん頑張ってください。